サンベルナール峠を越えるボナッパルとは、フランスの画家ジャック・ルイ・ダビットが1801年から1805年の間に描いた、ナポレオン一世の油彩肖像が5枚に付けられた台で、ある。アルプスを越えるナポレオンその他の名称で呼ばれることも、ある。最初の依頼主は、スペイン王で、ナポレオンとその軍隊が、1800年5月に、クランサン、ベルナール峠経由で、 アルプスを越えようとする姿を理想化して描いている。ベルサイユ宮殿像1枚目、ベルサイユ宮殿像2枚目1799年11月9日のブルメールのクーデターでフランスへの影響力を手にしたナポレオンはイタリアに戻ってフランス軍を補強し前年にオーストリアに奪われたチザルピーナ共和国を取り戻す決心をした。年春、ナポレオンは 予備軍を率いて、クランサン、ベルナール峠を経由して、アルプスを越えた。ミハエル・フォン・メラス指揮下のオーストリア軍は、ジェノバのアンドレ・マッセナを包囲しており、ナポレオンは、アルプス越えによって、敵の裏をかこうとした。ナポレオン軍が到着する前にジェノバは陥落したが、ナポレオンは、進軍を続け、オーストリア軍が体制を立て直す前に攻戦しようと、した。六月九日、 予備軍は、モンテベロで交戦し、ついで、マレンゴの戦いで、ついに決定的勝利を手にする。ナポレオンの第一統領就任、イタリアにおける、フランスの勝利は、スペインをカルロス4世との和睦につながった。外交関係を、再び樹立するための会談期間に、従来からの贈り物が復活した。ベルサイユ製造のピストル、パリの最上級ドレスメーカーのドレス、 マリア・ルイ・サオー・ヒエの宝石、新たに再任された首相マヌエル・デ・ゴドイのためには、甲冑人揃いがカルロス王に送られた。返礼にナポレオンが受け取ったのは、国王の旧社から、スペインは16頭、ゴヤの手による国王夫妻の肖像がダビットに描かせる肖像画であった。フランスの中スペイン大使、シャルル・ジャン・マリア・アルキエは、カルロス王の元絵をダビットに描かせた。 肖像側に各国の新しい関係を示すものとして、マドリード王宮に掲げられる予定であった。ダビットは熱心な革命支持者だったが、新たに、統領政府支持に回っており、依頼を熱望していた。注文に際しナポレオンは、さらに3枚の絵を描くよう要求した。それぞれサンクルージョー、アンバリット、ミラノのチザルピーナ王宮に飾るためであった。ダビットによる五枚目の絵は、 彼が死去するまで他の作品と共にアトリエで保管された。原画は1812年までマドリードにあったが、ナポレオンの兄、ジョゼフ・ボーナッパルトがスペイン王を廃位された時に撤去された。アメリカ亡命に際してジョゼフはこの絵を持ち運び、ニュージャージー州ボーデンタウンのポイントブリーズ邸にかけていた。作品は子孫に受け継がれ、1949年。 創尊のジェニー・ボナパルト死去に際して、マルメゾン城の美術館に寄贈された。1801年以降サンクルー城にかかっていた絵は、1814年プロイセン王の指示で、ホンブリュッヘル式の軍に持ち出された。現在は、ベルリンのシャルロッテンブルク宮殿に展示されている。1802年に複製され、アンバリットにかけられていた絵は、1814年の ブルボンの王政復古に際し、外されて、倉庫保管となった。しかし1837年に、ルイ・フィリップの指示で、ベルサイユ宮殿の美術館に展示され、現在もここで見ることができる。1803年製作の絵は、ミラノに届けられ、1816年にはオーストリアに、押収されそうになったが、ミラノの人々がこれに、抵抗。1825年までは、 ミラノに残っていた。最終的に1834年、ウィーンのベルベデール宮殿に収められた。オーストリアギャラリーのコレクションの一つとして、現在も宮殿内に展示されている。1825年に、ダビットが死去するまで、彼に保管されていた絵は、1846年に、ショッピングセンターに展示された。ボードレールはここで絵を見て論評している。 1850年、ダビットの娘、ポーリーヌ・ジェニーンにより、チュイルリー宮殿に収められ、1979年には、ベルサイユ宮殿の美術館に移された。依頼内容はナポレオンが第一投了の制服を着て、立つ、肖像画で、おそらく、アントワーヌ・ジャングロや、ロベール・フェーブル、ドミニク・アングルによって、後に作成された、肖像画と同様のものを意図していたのであろう。 しかしダビッドは乗馬姿を描きたがっていた。スペイン大使、イグナシオ・ムスキスはどのような表現を求めるかナポレオンに問い合わせた。ナポレオンは最初、越兵の場面を望んだが、最終的にはアルプス越えの場面を選択した。実際のアルプス越えは晴天の日のことであり、ナポレオン自身は軍隊に数日遅れてラバに乗ってガイドに案内された。 しかしこの絵のそもそもの主目的はプロパガンダであって、ナポレオンがダビットに求めたのは、カルムシュールーンシュバルフグウ姿であった。ハンニバルやカール大帝など、軍隊をアルプスの向こうに導いた偉大な将軍らの名を追加するよう、彼が提案した可能性もある。ダビットの普段のやり方とは違い、下書きや下調べはほとんど行われなかった。ダビッドの弟子のグロが、魚された馬の、 小さな油彩スケッチを行った。これはおそらくナポレオンの馬を描いた修作であろう。ダビットのノートには乗り手の姿勢に関する初期の考察がスケッチされている。初期の修作が少ないことについてはナポレオンが肖像モデルになるのを拒否したことと関係があるかもしれない。1796年ナポレオンはジョゼフィーヌの求めに応じてグロの前に座ったがグロによれば ごく短い時間でしかなかったという。1798年に、ダビットもどうにか、ナポレオンを、じっと座って、肖像画モデルになるようとき伏せたが、その3時間、彼はそわそわと落ち着かず、十分には彼を描くことができなかった。アルプスの場面を描くことを引き受けた際、終作を描く間ナポレオンが着席することを、ダビッドは期待していたと思われるが、ナポレオンはそっけなく、 これを拒絶した。単に座っているのが嫌なだけではなく、肖像画には身体的特徴ではなく、内面的な人格を表現していなければならないと考えたからだった。ダビットによる未完成のナポレオン。1798年。ナポレオンが肖像画のために着席することを拒否し続けた結果、絵はリアリズムを離れ、政治的図像となった。これ以降、 肖像画は象徴的になり身体的特徴を写し取るのではなく理想化された姿を描くことになる。絵のモデルになるようナポレオンを説得できなかった。ダビッドは彼の特徴を捉える出発点として息子をモデルにしてはしごの上に座らせポーズを取らせた。しかし服装についてはナポレオンがマレンゴの戦いで着用した制服とに書帽子を 借りることができたので、正確なものとすることができた。ナポレオンの馬のうち2頭が、木の荒い群馬のモデルとして使われた。1頭は、クリゲのメス馬ラベルで、シャルロッテンブルク宮殿所蔵のものにその特徴が、現れている。もう1頭は有名な足毛マレンゴで、ベルサイユ・トウィーンの宮殿所蔵のものに描かれている。背景のモデルには、ボエッジュ・ピットレスク・デラ・スイスから、彫刻が選ばれた。 5枚の絵のうち最初のものは1800年10月から1801年の1月までの4ヶ月をかけて描かれた。1枚目が完成すると、ダビットはすぐ2枚目に取り掛かり、5月25日に完成させた。この日はルーブル宮殿にあるダビットのアトリエにナポレオンが肖像画の点検に訪れる日だった。ダビットの2人の弟子も複製の制作に携わった。 ジェローム・マルタン・ラングロワは主に最初の2枚の肖像画にジョルジュル・ジェはアンバリッドに所蔵されている複製に取り組んだ。フランソワ・ブーシェやジャン・オノレ・フラゴナールは赤や灰色の下塗りをベースカラーにその上に絵を描いた。対照的にダビッドはナポレオンの肖像を描いたイの最初の試作品や球技場の作品や球技場の誓いのスケッチなどその未完成作品に見られるように 白いカンバスを背景として使用し、その上に直接色を乗せた。ダビットは2枚から3枚の層を使用して描いた。基本的なアウトラインをオード色でデッサンしてから軽いタッチで絵に肉付けする。この時は絵の具のほとんどついていない筆で詳細よりも明暗をブロック分けすることに専念する。このテクニックの成果はサンベルナール峠を越えるボナパルトのマルメゾンの原画の 特に馬の伝部の表現によく現れている。二層目でダビッドは、詳細を描き、気になる部分を補修することに力を注ぐ。三層目以降が、最終仕上げであり、色調を整え表面を滑らかにする。ダビッドはしばしばこの部分を弟子に任せていた。シャルロッテンブルク宮殿像ベルベデーレ宮殿像5枚の絵はいずれもほぼ同じ大きさである。ナポレオンは、 総大将の制服、金で縁取られたに格棒、マムルーク様式のサーベルを着用して乗馬している。風をはらんだ大きなマントがナポレオンを包み込むように折れている。顔を画面手前側に向け、右手は山頂を指差し、左手は軍馬の手綱を握っている。馬は後ろ足で立っており、ナポレオンのマントに当たっていた風が縦髪と尾にも当たっている。背後には 大砲を運ぶ一軍の兵士が列になって参道を進んでいる。黒い雲が絵の上部を覆っており、ナポレオンの前には山々が鋭く喫立している。前景の岩にはボナパート、ハンブル、カールブスマ、グンブスマ EMP の文字が刻まれている。馬の胸剣には署名と日付が描かれている。マルメゾン城に保管されている原画のナポレオンはオレンジ色のコート。 カフスに刺繍された、長手袋、白黒半模様の馬、バグの一式には、固定式マーチンゲールという姿である。馬の腹に巻かれた腹帯は、落ち着いた紅色である。背景のサーベルを下げた将校は、馬の王に半ば隠れている。ナポレオンの顔は若々しい。胸剣の首輪に、エルデビットイヤーナインと署名されている。シャルロッテンブルク宮殿に保管されている絵のナポレオンは、 赤いコートで、栗毛の馬にまたがっている。留め金が簡素になって、マーチンゲールがなくなり、腹帯は灰青色である。地面には、雪の跡がある。ナポレオンの顔立ちは痩せており、ほのかに微笑んでいるようにも見える。署名は、エルデビットイヤーナインである。ベルサイユ宮殿所蔵の一枚目では、馬は、灰のブチ模様で、留め金は、シャルロッテンブルグの絵と同じ、腹帯は青である。 長手袋の刺繍はシンプルになり、手袋の下に袖の縁飾りが見えている。風景はより暗くなり、ナポレオンの表情もより険しくなっている。絵には署名がない。ベルベデーレ宮殿に保管されている絵は、ベルサイユのものとほぼ同じであるが、JL デビット・イルアンの X という署名がある。ベルサイユ宮殿所蔵の2枚目では、馬は白と黒、止め金は完全だが、 マーチン・ゲールは描かれていない。腹帯は赤である。コートはオレンジがかった赤だが、襟は黒い。長手袋の刺繍は非常にシンプルでほとんど目立たない。ナポレオンの腰に結びつけられたスカーフは明るい青である。この絵でも馬の尾の影にサーブルを持った将校が登場する。ナポレオンの顔立ちはやや年上に見え、単発、ベルベデーレ宮殿の絵と同じく。 かすかに微笑んでいるように見える。刺繍やに格棒の様式から、この絵は1804年以降に完成したと推測される。 絵には、エルデビッドと署名されており、日付はない。ヒワキントスの死ジャンブロック。1801年ナポレオンが、対等死マレンゴの戦いに勝利した後、ナポレオンを、フランスの新しい主人として称える、偶意的肖像が流行した。アントワーヌ・フランスお別れの、マレンゴの戦いの偶話では、ナポレオンは古代ローマの衣装に身を包み、翼のある、勝利の象徴に付き添われている。 ピエール・ポール・プリュードンのボナパルトの勝利では、ナポレオンは翼のある人物に付き添われて二輪戦車に乗っている。しかしダビッドは偶意よりも象徴を選択した。彼が描いたナポレオンは英雄的で理想的ではあるが、偶意画の具体的な象徴を書いている。純然たるギリシアへの回帰という自身の欲求に、誠実に1799年の サビニの女たちからナポレオンの肖像画まで、ダビッドは徹底的な新古典主義を貫いた。情報して服装だけは現代風に描いた。一枚目から通して馬の姿勢や色はサビニの女たちの乱闘の中にいる一頭とほぼ同じである。アレクサンダー大王のサルコファガスのレリーフ最初の絵のナポレオンの若々しい姿は EN アポロベルベデーレに象徴される。 美しい理想の美学を反映している。ダビットの弟子の一人、ジャン・ブロックは、ヒュア・キントスの詩でその美学の頂点を極めた。以前ダビットが描いた、若きバラの詩の若く美しい少年の姿はまた、サビニの女たちにも登場している。ナポレオンがモデルを拒否したため代わりに、ダビットの息子がポーズを取ったため、絵に描かれたナポレオンは若々しい姿をしている。足は、 ギリシアの騎乗兵のようにおられ、その若さあふれる姿からは、ブケパロスに騎乗する、若きアレクサンダー大王の姿を連想する。馬についてダビッドは、ピョートル一世の騎馬像、エティエンヌモーリス・ファルコネによるサンクト・ペテルブルクの、聖堂の騎士を基本に、険しい岩山の上で立ち上がる、馬の手綱を冷静に操る姿を写し取った。またニコラプスさんの、エルサレム神殿の破壊と、 略奪にもヒントを得ている。ダビットは、フスさんの影響を強く受けていた。ギリシアの彫像の馬は、ダビットのノートに何度も登場しており、パルテノン神殿の浅浮き彫りもインスピレーションのもととなったものと思われる。マルメゾン城の絵の一部。ペスト流行に祭祀聖母にりナスをするせい、ロックスからビーナスと三微神に武器を取り上げられるマルスに至るまで、 ダビットの絵には何らかの仕草が必ず描かれる。ホラティウス兄弟の誓いや、休憩場の誓い、EN、The Distribution of the Eagle Standards で見られる挙手は、弁論を表す、習字技法となっている。ソクラティスの詩では、まさに毒を煽ろうとする瞬間の哲学者は、嘆き悲しむで詩を叱責する仕草で、彼らを教えさとし続けている。 サンベルナール峠を越えるボナパルトの場合、必ずたどり着いてみせるという指揮官の意思を表している。示しているのは、山頂というよりも、勝利の必然性であり、同時に兵士たちに向かって後に続くよう命令している。素手ではなく、手袋をしているということは、征服者ではなく、調停者として見られたいというナポレオンの望みを表している、可能性がある。 ダビットは象徴性を強めるため、少なくとも八つの作品に命を入れている。施しを受けるベリサリウス、アンドロマ系の悲嘆、マラーの死、サンファルの毛皮商人、サンベルナール峠を越えるボナパルト、サフフォートファオン、書斎のナポレオン、テルモピュライのレオニダスの八つである。マラーの死では、ヒセル、革命家が暗殺者、シャルロット・コルデーの名前が書かれた紙を手にしている。 テルモピュライのレオニダースでは、テルモピュライの戦いにおける犠牲の詳細を壁に掘る、スパルタ人が、画中に描かれている。サンベルナール峠を越えるボナパルトの場合、岩にボナパルトと共に、ハンニバルとカール大帝の名が刻まれている。彼らは、アルプス越えを果たしたという点で関連しており、ナポレオンをその後継者のように見せる効果がある。カール大帝の名と共に、皇帝を表す。 IMP の文字が並ぶことで、名の追加に、ナポレオンが感知していた可能性も考えられる。偶然の一致か、野心の現れかしかしまた単に、神聖ローマ帝国の皇帝としてのカール大帝の地位を表しているものという可能性もある。アルプスを超えるボナパルトポールドラローシュ、1850年複製の、うち2枚は1801年6月、サビニの女たちと共に、 ルーブル宮殿に展示された。その購入には、新聞紙上に抗議も出たが、複製の数が多かったためもあって、絵は瞬く間に有名になり、その画像はポスターから郵便切手にまで使用されている。サンベルナール峠を越えるボナパルトは、あっという間に、最も多く複製される、ナポレオンの画となった。この作品でダビッドは、騎乗肖像画の分野の頂点を極めた。 ナポレオン時代、おそらく、テオドール・ジェリコーの突撃する、このエリオキ兵士館を除いて、この作品ほど賞賛を得た作品はなかった。1815年のナポレオンの亡命により、肖像画は時世にそぐわないものとなったが、1830年代後半までには、また画廊や美術館で展示されるようになった。ナポレオンに関して、膨大なコレクションを持つ、 第三代オンズロー伯爵、アーサー・ジョージは、1848年に、ポール・ドラ・ローシュを伴って、ルーブルを訪れ、ダビットの絵は芝居がかっていて信用しがたいという感想を持っている。彼は、ドラ・ローシュに、ラバに乗った、より正確な、ナポレオンの肖像を描くよう注文した。ダビッドの象徴的かつ英雄的な表現より、ドラ・ローシュの絵がより現実的なものであったとしても、それが、 サンベルナール峠を越えるボナパルトの価値を下げるわけではない。ドラローシュはナポレオンを尊敬しており、たとえ現実的な表現で表したとしても、それによってナポレオンの業績が傷つけられるわけではないと考えていた。ブラック・ブラウン・ウィッカーズ1860年ジョンエヴァレット・ミレーも、またブラック・ブラウン・ウィッカーズを描く木は、ダビッドの劇的な誇張と自分の自然主義的な筋書き等を 企画利用している。ブランウィッカーズはカトルブラの戦いに参戦しており、その一人がタイナポレオン戦に加わるため恋人のもとを離れようとする場面である。その部屋の壁にはサンベルナール峠を越えるボナパルトの絵のコピーがかけられている。ありがとうございます。